バルセロナは、ベネズエラのアンソアテギ州の都市で同州の州都で、自治体としては、シモンボリーバルに属し、その中心エリアである。1671年に創設された。20世紀に、建造物のほとんどが建てられたプエルトラクルスとは違い、バルセロナは、歴史的建築、近代的建築が混在している。ヌエヴァ・バルセローナ・デルセロ・サントス居住区は、当初は、 スペイン人コンキスタドールのジュアンウォルピーによって創設された。その後、サンチョ・フェルナンデス・デ・アングロによって1671年、ゴロ・カタランという小さなコムーネの隣で元の場所から2キロ離れた場所に再建された。バルセロナはヌエバアンダルシーアうちの一つの県、ヌエババルセロとなった。ナポレオン・ボナパルトにより国王が退位させられた後、 新大陸アメリカ内のスペイン領で自治の要求運動が起きた。ベネズエラでは1810年4月19日に追放されたフェルディナンド王の名の下でいくつかの臨時政府により自治が行われ、それが地方議会の形成に結びついた。同年4月27日にバルセロナ州の独立を宣言するためにバルセロナで会議が召集された。 1810年7月11日にバルセロナ州もスペイン政府の統治を認めない州の一つとしてカラカス最高評議会に入れられた。これがスペイン王室からの独立を望むグループとスペインによる統治を依然として認めるグループの間で内乱が起きるきっかけとなった。フランシスコ・デ・ミランダがベネズエラへ帰還し、1811年7月5日に独立が宣言され、 その直後から依然としてスペインとカディス議会に忠誠を誓った州とスペインからの独立を達成した州との間で内乱が起きた。ラカーザフェルテは町の中心に近い場所に建つ建物で1811年のベネズエラ独立戦争の時期を象徴している。この建物は古いサンフランシスコ会の修道院の遺構の上に建てられ、 このエリアの行政機関が入居しているが、スペインの支配から町を守るために、共和主義擁護者により、要塞に転用された。1817年4月17日、この要塞は王国軍により接収、破壊された。王国軍はバリケードを築いて、中に立てこもっていた1600人全員を殺害した。第一共和制が倒れた後、王党派による支配は、 バルセロナ州の制限と行政構造を維持し続けた。しかし、1821年バルセロナ州は、クマナ州、マルガリータ州と共に、グヤナ州に併合され、オリノコ管区の一部として機能した。1830年にバルセロナは、自治権を、再度与えられ、第二次の独立闘争の際は、その中心となった。ありがとうございます。